皆さんどうもピーマンです。今回からまた新たなゲーム実況、戦場のバルキュリア、こちらをプレイしていきますぞ。これから皆さんに楽しんでいただけるような動画をじゃんじゃん出していくので、よかったら見てくださると嬉しいです。じゃあ始めていきましょう。ニューゲーム。このゲームはリメイク作品になりますね。僕も PSP の頃プレイしたことあります。クリアしたことはないんですけどね。今回リメイクが出たというわけでやっていきますよ。西暦1935年、おいえ、ヨーロッパ大陸は東西2つの大国によって分断されていた。すなわち皇帝を頂点とした専制君主国家、東ヨーロッパ帝国連合と王政を排した共和国国家の連合体、大西洋連邦機構である。鉱物資源ラグナイトをめぐり勢力争いを広げる両国はついに開戦。大陸は戦争の炎に包まれることとなった。第二次ヨーロッパ大戦の勃発である。圧倒的な戦力を誇る帝国軍は次々と国境を越え侵攻を開始。その矛先は連邦のみならず周辺諸国へも向けられた。ガリア公国、帝国と連邦の中間に位置し武装中立を国是とする自然豊かな小国家である。しかしその豊富なラグナイト資源を奪わんとする帝国はガリア公国に宣戦を布告、雪崩を打ってその領内へと進撃を開始した。序章。お、開戦。 OK、 今回はこちらをプレイしていこう。序章ですね。西暦1935年3月、ガリア公国、国境の町ブルール郊外。帝国と国境を隔てたブルールの人々は戦火を恐れ次々と町を脱出し始めていた。この道を通るのも3年ぶりか。懐かしいな。もしかしてやっぱり光りますじゃないか。もう光りますが川を遡る季節なんだな。動かないで、ゆっくり両手を上げなさい。見かけない顔ね。名前は？僕の名前はウェルキ。君たちは？我々はブルールの自警団の者です。私は分隊長のアリシア。最近帝国のスパイがうろついているという情報があって見回りをしてたんだけど。信じてもらえると嬉しいんだけど、僕は単に魚のスケッチをしていただけで。魚のスケッチね。このご時世に結構ですこと。その話の続きは詰め所でゆっくりと聞かせてもらいます。拘束しなさい。まいいきなり主人公的なものが捕まってしまったね。新しいエピソード、次はこっちか。はい、見ていきましょう。魚やお花、虫のスケッチばっかり。あなた絵が上手なのね。だから
魚のスケッチをしていただけなんだって。いえ、これだって新種の暗号かもしれない。じっくり調べさせてもらいます。兄さん。イサラ、元気だったかい？兄さん、一体どうしたのですか？あれ、あなたは確かギュンター将軍の。はい、ギュンターの娘のイサラです。まだ疎開してなかったの？はい、兄が今日迎えに来てくれることになっていたんです。その兄というのが今そこで拘束されている人です。え？ごめんなさい、メモを取っているのが見えたからついスパイと間違えちゃって。いや、客観的に見たら疑われてもおかしくない行為だ。兄は子供の頃から自然が好きで、今は首都の大学で学んでいるんです。これからは自分も誰かに観察されているかもしれないってことを覚えておくよ。純正よ、みんな体を低くして。あそこだ。Wow! So? Melky, 銃は撃てるよね？ああ、軍事教練で習ってきたからね。敵はおそらく偵察目的の少人数部隊よ。私たちで撃退しましょう。わかった。よっしゃ、来たよ。えいよ。成分について、今？うん、参考ボタンでメニューを開き、オッケーオッケー、わかりました。ありがとう。まだセーブするつもりはないよ。倒していかないとダメだからね。行こう。これより、作戦を説明します。ほうほう。撃退することが目的。オッケー、わかったよ。敵兵3人に対しこの地点合宿することになりますって。あ、敵兵3人のみか。簡単だね。うん。敵を全滅させること。オーケーオーケー。お、敗北条件あるね。勝利条件は敵にとの全滅。敗北条件は、ウェルキン、そしてアリシアの死亡、20ターンの経過でアウトになるんだね。作戦を開始します。みんな。落ち着いて戦いましょう。いや、常に冷静ですよ、俺は。パニックになることの方が少ないからね。ああ。じゃあ来たよ。敵は全部で3人か。全員倒すまで気を抜かないで。ちょっと聞いて、大事なことを説明するね。じゃあまずは、ウェルキンを動かしてみよう。来たよ。おう、あそこの敵がいるね。よっしゃ、行こう。ゴゴ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 ゴ、いるよいるよ、目の前にいるよ。よっしゃ、行くで、攻撃するで。ヘッドショット行こうよ。よっしゃ、だだだだだ、ケツケツ徹底的に狙うっていうね。あ、のののののいた。もう一回攻撃。行動終了について、 AP が0ない、ターゲットモードでの攻撃が終わっている場合、そのユニットはやることはなくなります。キャンセルボタンで行動を終了し、コマンドに戻り、コマンドモードに戻り、再びユニットを選択することができます。なお、AP が残っていたり、攻撃をしていない場合であっても、キャンセルボタンを押して、いつでも行動を終了することができます。とのことだね。じゃあ、行動を終了します。別のやつで次倒しに行こう。じゃあ次、誰動かそうかな。じゃあ、アリシア行こうよ。私の出番です。そうですよ。あんたの出番だ。ゴー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 、いた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 、すごく撃ってきてんだけど、何こいつ。こっちも攻撃するぜ、バカ野郎、この野郎。はい、どんどんどん。イエス、倒しちゃいます、一匹目。ほう、いい感じ。ゴーゴー、進め進め。次、橋越えたとこにいるって言ってたな。あそこにいるね。ゴー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 。とりあえず、土のうの後ろまで行こう。あ、ののの、あ、ただ、立ったままになっちゃった。あ、の、の、の、もう終わって。あ、行動終了だ。ダメだ、立ったまま土ののとこまで行きたかったわ。で次こいつ動かそうか。はいはいはい、行こう。自警団行こう。
ゴー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 、モブキャラクター走れ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 、とりあえず敵が待つあそこまで行け、ダッシュでね。ゴー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 、半分切ったか、まずいぞ、行けるか行けるか、ドローンのとこまで行け、ドローンのとこまで行け、あーどうだどうだ、間に合うか間に合うか、行ける行ける行ける、ゴー攻撃ヘッドショット、行け、ゴーゴーゴー、おイエース、ナイス、今見たか、すごいダメージ食らったね、ナイス、ヘッドショット強いね。しゃあ行動終了、あと1匹だ。うん、あ、そうなんだ。CP が0になると、味方フェーズを終了し、敵のフェーズに移動するんだね。敵と味方両方1回ずつフェーズを終わらせると、一旦終了。あ、そういうことなんだね。わかりました。相手のターン来たよ。うん、終了ですよ。もうやることないからね。相手のターンだ。お、来たよ。相手の攻撃。うわ、結構来るな。あ、終わった。相手のターン終了。よっしゃ、最後もう倒すだけだ。英雄。じゃあ、2ターン目ね。じゃあ、最後はこれもう、アリシアを動かしてね。残り1体だけだからね。ゴー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 、あのボケタレを倒したれ。ドノの後ろに行って。オッケーオッケーオッケー、ゴー。じゃあ、決まった。ヘッドショットへね。これヘッド、頭当てるの難しいんだよな。よし、来た。はい。これでオッケー。はい、オッケー、クリティカルヒット。はい、ゲームオーバー。イエース。はい、クリアしたよ。頭が食らうからね、ヘッドショットすればいいんだ。おお、イエス、クリアだ、よかった、2ターンでクリアできたね。新しいエピソードが追加されました。これ見ていこうか。アリシア隊長、周囲には敵の姿は見当たりません。そう、引き続き警戒を厳にしてください。はっ、帝国軍の死んだ奴らはどうしましょう。埋葬してあげて。優しいね。戦争は始まってしまった。この町の人たちを守るには私には戦うしか方法はないの。粉雪草の種だ。小さいけれど白く綺麗な花を咲かせるんだよ。この戦争を振り返った時に思い出したいの。命を奪い合っていただけじゃないってこと。新しい命だってこの時代に生まれていたことを。西暦1935年3月15日、帝国はガリア公国に宣戦を布告。その領内に怒涛のごとく侵攻を開始した。第二次ヨーロッパ大戦のほんの小戦線に過ぎないと思われたこの地の戦いで人々は目撃した。小国が圧倒的な軍事大国を退けた奇跡的な勝利。歴史の中に埋もれていた光と影、勇気と友情、迫害と偏見を、そして戦火の中に生まれた愛の感動。これは7ヶ月に及んだその戦いの記録である。船長のバルキュリア、これから始まっていくわけですよ。おう、お、来たね。ブルール防衛戦。オッケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。新しいエピソード、一章が、一章を次回プレイしていきますのでね、これからですね、動画の方出していきますのでね、私の実況動画見てくださると嬉しいです。じゃあ次回は第一章の実況でご会いしましょう。グググ、グッバイ、またおう。